き上げてから、この関心の中におられますか。あ、どうぞ、手上がりましたね。はい、はい。じゃあ、どうぞ言ってください。あぶ虹、正解です。これは、皆さん言われましたね。虹と言います。じゃあ、次の質問です。この虹、皆さん何色かご存知ですか。はい、どうぞ。7色、正解です。日本では虹は7色とか言われてますし、まあ、世界では8色と言われたり、15色とか言われたりしています。で、この虹、何色か皆さんご存知ですか。で、今日はヒントとして7色、7個用意しました。まず、虹の事後の赤色ですね。で、その次は、わかりますか。ヒントがありますね。みかんのオレンジ。で、レモンの黄色、そうです、そうです。で、キュウリの緑色、そう。で、ラムネソーダの、そう、水色ですね。そして、我々大好きなサムライブルーの青色。あれ？失礼しました。で、紫というんですが、ここまではみんな答えられるんですね。じゃあ、この今矢印が出てる、ここ。赤の外、紫の外、これ何というんですかね。赤の外色は何色でしょうか。はい、どうぞどうぞ。赤外線、答え出ました。正解です。赤の外の色は赤の外色です。この赤の外色を漢字で書くと、今答えていただきました。赤の外と書いて赤外と言います。この赤外線、見たことある人いますか。見えませんね。実は家のテレビのリモコンでピッピピッピ出してるんですけど、そこから目に見えない光が出ています。そのことを赤外と言います。じゃあ先ほどもう一つお尋ねしたいことがあると言いました。赤の外は赤の外色、じゃあ紫の外は紫外線、紫外線、正解です。皆さん優秀ですね。紫の外色は紫の外色です。で、これも、そう、そうです。で、漢字で書くと、紫の外と書いて紫外と言います。でも紫外というのはあまり聞き慣れたことがないお子様は、これを知ってるんじゃないでしょうか。UV ケアしようという UV です。で、この UV っていうのは、ウルトラバイオレットっていう意味です。で、バイオレットっていうのは紫という意味。ウルトラっていうのは何かを超えるという意味で、紫を超える紫の外色で紫外ということになっています。ここまではやっぱり答えてくださるんですが、この次、超難問になります。紫の外のさらに外色は何色でしょうか。紫の外の外色。放射線。どうしましょう。そうです。で、我々は紫の外の外色のことを放射線と呼んでいます。で、今日はこの虹と放射線の関係から皆さんに放射線について学んでいただきたいと思います。ご挨拶が遅れましたが、京都大学の中村と申します。で、本日は、放射線で不思議発見と題しまして、先ほどお話しさせていただいたように、虹と放射線の関係を学んでいただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。さて、またいきなり問題なんですが、放射線を勉強していただく前に、まずこの天井に見える電球の玉、これ何色に見えますか。はい、白、何色ですか。白、やっぱり白に見えますか。皆さん何色に見えますか。オレンジ。周りが虹っぽく見える。いい目してますね。何色に見えますか。茶色。それも正しいですね。で、今答え全部正解なんですが、この電球の玉、やはり白っぽく見えたり黄色っぽくも見えます。でも先ほど答えを言ってくださった人もいますが、実は我々の電球は白や黄色っぽく見えるんですけど、この電球の玉、いろいろな光を出しています。僕らの目には見えません。で、ここであれと思い出していただきたい。絵の具を
青と赤の絵の具をぐじゅぐじゅっと混ぜると色は変わりますね。そう、紫に変わりますね。じゃあ先ほど見ていただいた虹、虹の色を全部入れてぐじゅぐじゅぐじゅってかき混ぜるとこのようになります。じゃあそれを皆さんにこれから実感していただこう。そこでこれから皆さんにはミッション1として、電球から出ているいろいろな光をご覧になっていただきたいと思います。まずお手持ちの袋をご用意いただきたいんですが、この袋の中に紙コップ、そして黒い紙と小さな小さな黄色いキラキラしたシートが入っているかどうかご確認ください。入ってない方がいらっしゃったら手を挙げてください。入ってません。何が入ってないですか？あ、キラキラシート入ってます。ありませんか？あ、ありませんか？ない方いらっしゃいますか？大丈夫です。皆さんありますね。じゃあここでお父さんとお母さんにお願いしたいんですが、紙コップをひっくり返していただいて、紙コップの中心にブスッと鉛筆で穴を開けてください。ブスッと、もう貫通するぐらいの勢いで穴を開けて、あの炎上なさらずブスッと開けてください。はい、もう素晴らしい、はい、大丈夫です、完璧です。はい、もう炎上なさらずブスッと、はい、もうそれでいってください。はい、ありがとうございます。はい、もうブスッと開けて、はい、小さいと後がしんどくなりますので、ブスッと開けて、はい、もう完璧です。あ、いいですよ、ね、正直ぐらい皆さん行きましたか？行きましょう。あ、もうそれでいいです。あ、ちょっと中心がずれると後がちょっときつくなるかもしれませんけど、まあでも後でなってしましょう。はい、大丈夫ですね。皆さんできましたね。じゃあ次に黒い紙を用意してください。で、この黒い紙を見ていただくと中に土星や何つか書いてあります。で、皆さんの机の上にはハサミを置いてありますので、まずこのハサミをちょびちょびで半分に切っていただいて、片方は自分たちで、片方はお父さんお母さんに切っていただいてください。そして2つの導線をこの紙が切り出すという作業をしてください。で、片は切り取り線に従って両方切ってください。はい、両方1人で切れる人はどんどん切っちゃってください。はい、じゃあ2つ切り出された方も出てきましたので、次に行きます。で、2つの土星のうちの、まあ、慌てていかなくても大丈夫ですが、小さい方の土星を用意してください。で、小さい方の土星、どちらかの面に点線が書かれていると思います。で、その点線にしてキラキラシートを置いてください。そしてキラキラシートの両端、真ん中に穴が開いていると思うんですけど、穴を塞がないようにテープで留めてください。両端を。あ、そうです。じゃあ次にこのキラキラシートを貼った小さい方の補正をくるっとひっくり返してください。はい、そうです。で、ひっくり返したら土星の輪をポピッと上に上げてください。はい、両方の土星の輪をキュッと上げると、うん、そうです。ひっくり返して土星の輪を2つぐらい上に上げると、あ、そうですね、これ反対で、これ反対にしてください。土星の輪をそう上に上げると、折り上げができたら、このままの状態で紙コップの底にスポッとはめ込んでください。まずはめ込む。そしてもう一つ注意点がありまして、つなぎ目、紙コップには一箇所つなぎ目があります。で、このつなぎ目と土星の輪っかが合うようにテープで留めてください。そうです。それをそのままここに見せていただいて、で、つなぎ目がここにあるので、このつなぎ目と突起があるので、
そうですね、ぐるぐる回して、そうですね。で、またできてこられた方が出たので、次に大きな方の女性を紙コップの反対側に貼ってもらいます。で、ここで重要なのは、またつなぎ目に合わせて女性の輪っかをつけてください。貼ってください。キラキラシールを貼った方を目の周りにしてもらって天井を見てください。で、ぐる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 その紙コップを回していただくと画面に映っているような虹が見えます。で、ここで注意事項があります。皆さん今作っていただいたこの紙コップ文豪はお家に持っていただくことはできるんですけれど、絶対に太陽を見ないようにご注意ください。太陽をご覧になられると目を痛める恐れがありますのでご注意お願いします。見えました？ちょっとまだできてない。大丈夫？はい、両方です。そうよく知ってます。ここはそうです。もうすぐ終わる。はい、見えましたか？見えました。よかった。さて、ちょっと天井まで距離が遠いんですけど、今壇上に電球の玉が準備されました。あ、すごい綺麗ですよ。ありがとう。で、この水の電球の玉、白熱灯、蛍光灯、LED といいます。電気屋さんで売ってる電球の玉なんですね。で、皆さんにはその作っていただいた紙コップ壇上の前に持って行ってもらって眺めてください。この白熱灯から見える光と蛍光灯から見える光と LED から見える光、同じなのか違うのか少し調べてください。色どうでした？違う色見ました？同じ色でした？綺麗だった。よかった。何色見ました？何色見ました？見えました？見えた？よかった。綺麗でした。よかった。さて、今皆さんはその紙コップを使わないと黄色とか白い光が見えてるんですけど、逆に言うと紙コップを使うといろいろな綺麗な色が見えてきたと思います。そうです。たとえ人の目で見えなくても道具を使えば綺麗な色が出るということを分かっていただけたと思います。で、まあ、今日は答えは申しませんが、この蛍光灯と白熱灯と LED と実は出てくる色が少し違います。またそれは別の機会に調べてみてください。さて、今日の問題は、まあ、蛍光灯、電球の玉を見るということじゃなくて、皆さんに放射線を知っていただくというのが今日のテーマです。で、これから放射線を皆さんに知っていただこうと。で、先ほど話にも出ましたけど、紫外線、赤外線、目で見ることができません。で、同じように放射線は見たり聞いたりすることもできませんし、味もしません。匂いもしません。いわゆる五感で感じることができないものです。で、先ほど皆さん、電球の玉、これ白と黄色とおっしゃったのが、紙コップを使えば綺麗な色が見えるとおっしゃいましたね。道具を使うと見えなかったものが見えるようになってきます。じゃあ、放射線も実は同じようなことができます。で、じゃあ何を使うのかと言いますと、今日皆さんに知って帰っていただくのは、このどこにでもあるペットボトル。このペットボトル。ペットボトルがあると、放射線を見ることが、知ることができる。で、今日はそれをデモンストレーションしたいと思います。じゃあすいませんが、放射線のお友達である紫外線、目に見えない光を動かして出しています。
で、これに対して、今、モニターに見えているこの光っているところがその紫外線を出しているところです。これ、普通のペットボトル。置くとどうなるか、どう見えましたか。何色に見えますか。そうなんですよ。青色なんですよ。あります？見たことあります？あ、画面上ではちょっとそう見えますね。確かに。で、これはちょっとこのカメラの線なんですけど、このペットボトル、皆さんのお家の前に置いてあるペットボトルもそうなんですけど、紫外線や放射線を受けるとこのように鮮やかな青色を光るという性質があります。で、これを使えば放射線がどこにあるのかないのかを調べることができる。さて、私、放射線を見ることができますって言いました。で、放射線って広い意味での言葉なんです。実はこの放射線にも細かい名前がいろいろついています。で、今日皆さん来ていただいた方の前にですね、放射線の中でも基本的な放射線を4種類、知っていただきたい。その4種類がこの真ん中のようなんです。まず一番最初に見ていただきたいのは4個の放射、4種類の放射線になります。見た感じも何か違うんですね。これが用意ドンで動き出した時にどうなるか。速い放射線はピャーッと行ってしまいましたし、まだゆっくりゆっくり動いているのもあります。これがこの4種類の違いの一つで、この4種類名前がついてこちらからアルファ線、こっちベータ線、ガンマ線、中性子というのがついています。皆さん聞いたことないですよね。で、このアルファ線、特徴は一つ覚えておいていただきたいのが、丸い玉と赤い玉が2個ずつくっついて4つの玉に動いているのがこのアルファ線の特徴です。アルファ線っていうのは聞いたことないんですけど、意外と近所にいるんですね。最近では数が減ってきましたけど、火災探知機にこのアルファ線が使っています。もしくは夏キャンプファイヤー行きましたか。キャンプに行かれた方はそこでランプを使われたと思いますが、そこにこういうものが使う。で、次に、データ線は聞いたことないんですけど、実はデータ線も意外とそこが見えます。皆さんのお家の白熱と電灯の周りに黒い丸い玉があります。グローランプと言います。で、このグローランプにデータ線というのは使われます。じゃあ、ガンマ線、X 線。これもなかなかお家にありません。皆さんが使われるとしたら、病院にする。虫歯になって歯医者さんに行った方で、健康診断で病院に行かれたお父さん、お母さん、レントゲン撮影されたことがあると思います。そのレントゲンというのがまさにこの X 線というものを使って病気を見ています。これに対して中性子、この中性子というのはそこらになかなかありません。あるのが原子力発電所などにあります。でもこの中性子、この丸い玉、どこかで見覚えありませんか。この丸い玉はここにいるんですね。アルファ線の中の一つの玉が中性子。じゃあこの青い玉気になりますね。欲しいですね。青い玉、陽子って聞かれたことあるお父さんお母さんいっぱいいらっしゃるんじゃないでしょうか。で、この陽子と中性子がくっついたのがアルファ線です。このように、アルファ線、データ線、ガンマ線、中性子ということで放射線にもいろいろそれなりに名前がついています。じゃあこの4つの放射線の大きな違いは何かと言いますと、物をこう貫く時の力が違います。こちらの壁に4つの放射線を用意しました。これから用意ドンで水に向かって打ち込みます。どうなるでしょうか。アルファ線は紙に違いがあるかと思います。そうです。で、データ線は紙はスルッと通り抜けてプラスチックの板で止まります。これ後で皆さんに実験してもらいます。レーザー線は紙では止まりません。でもプラスチックの板で止まります。そしてガンマ線、X 線、紙では止まりませんし、プラスチックでも止まりません。でも金属で止まります。ここでお父さんお母さん思い出していただきたいですね。レントゲンで、病院でレントゲンをされた時に鉛のエプロン、重たいエプロンを突きさせられたことはありませんか。まさにその鉛のエプロンっていうのがこれを使った原理なんですね。
鉛というのは重たい金属です。で、余計なところに放射線が当たらないようにエプロンをつけて止めていたと。まさにこの原理を使っています。で、最後になりました中性子。中性子というのは紙やプラスチックや金属では止まらず、水があると止まりやすい。という性質。このように放射線っていうのは、まあ、いろいろ種類があって、それぞれによって物をつなぐときの力が違います。じゃあこの放射線、何もないところから木がポンと出てきて、ポンと消えていくのか、真空中から出てくるのか、そうじゃないんですよ。でこれをこう顕微鏡でこうやって覗いて見てみますと、人の目では見ることができない、とても小さな小さな小さなものから放射線というのが出てきます。まあ、少し専門用語で言うと、これを放射線物質。放射線というのは、目には見えないとても小さな小さな小さなものから出てくるということを覚えておいてください。さて、ここでお父さんとお母さんに質問が出ますが、ニュースとか新聞とかで読まれると、放射線物質っていうことは読まれたことあると思うんです。で、今日一切話題にしませんけど、もう一つ放射能という言葉が出てくると、放射線、放射線物質と放射能、放射、放射、放射と、何が何だかさっぱりわからないと。非常に誤解を招きやすい言葉なんですね。ただ、今日覚えて帰っていただきたいのは、これをすっきり理解する一つのいい方法があります。それは、電球の玉を思い出してください。で電球の玉に、ね、こう近づいていきますと、我々は明るいという感じがします。眩しい。で、離れていくとどんどん暗くなっていくと、薄くなっていくと。この感覚、放射線は近づいていくとどんどん強く感じますし、離れていくと弱くなっていく。これが電球の玉の光に対応するのが放射線。で、この電球の玉自身が放射線を出す目には見えないとても小さな小さなものに対応する放射線物質と言われるものです。じゃあ、放射能というのは何かというと、電気屋さんに行かれたら同じ電球の玉でも持ち 100W と 40W の玉があります。ワット数違いますと、同じ電球の玉です。このように何が違うのかというと、光の強度が違うわけですね。で放射能というのは、光、放射線を放射する能力の違い、このワット数の違いが放射能を意味しています。なので、放射線、放射性物質、放射能というのに、あれと思われた方は、電球の玉をちらっと思い出していただくと、すっきりします。で、この電球で放射能、放射線を考えてもう一つ分かりやすい。それは、寿命があるのかということです。これ、天井の電球の玉、寿命がありますね。切れたら外して交換すると。で、同じように放射線を出す、目には見えない、とても小さな小さな小さなものも寿命がありまして、いずれ放射線を出さなくなるという特性があります。ただし、まあ、放射線を出さなくなってもですね、そこら辺にいたら心配になりますよね。じゃあこの目に見えない小さな小さなものどこにあると思います？はい。どこですか？発電所。正解。発電所ありますね。いっぱいありますね。で、いろんなところにあるんですけど、もっとスケールの大きな話で、宇宙にもいっぱいあります。で、宇宙どころか我々地球の中にもたくさんあります。で地球の中はどこにいるのかというと、この土の中にいっぱい目に見えないとても小さな小さなもの。皆さんのご家にもありますし、この会場にもし、この壇上、この壁にもそういうものが混ざっています。そして、皆さん冷蔵庫を開けていただきたい。で、この皆さんよく知られてないんですが、皆さんが食べられている食べ物の中に、ほとんどの食べ物の中に目には見えないとても小さな小さな小さなものがごく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 わずかに入っています。それを覚えておいてください。そして温泉好きなお父さんお母さん、放射能汚染というのを聞かれたことがある方もいらっしゃるかもしれません。でまさにそれはその目に見えないとても小さな小さな小さなものが入っている温泉です。さてこういうものの環境の中にですね、我々生活しているとなると体の中に入ってくるんじゃないかというのはやっぱり不安ですし、事実入ってきてます。すると体の中にやっぱり入ってくるんですね。 でも我々の体すごいことになってまして、地球の誕生をした時点からこの目には見えないとても小さな小さなものは地球上にあったと言われています。そういった中我々人類が進化してまいりました。なので体内に入ったものを一定量外に出せるような能力を持っています。
それがおしっこであったり、うんちであったり、汗であったり、まあ、いろんなことで体内には入ってくるんですけど、外に出すということで常に循環するような機能を持ってきました。だから皆さん今日まで元気で会場、今日か今会場に来られてますし、今後何十年も元気に育っていくと思います。で、今健康の話、まあ、体の話になったので、まあ、ここで一つ質問があるんですけど、体に必要なミネラルというのは何でしょうか。水、そうですね、水に入っている、そうなんですよ。で、水の中にはいろいろ入っておりまして、カルシウム、聞いたことありますね。カルシウム取りなさいとよく言われたことがあると思います。骨や歯を丈夫にするためにカルシウムを取られたりします。あとはね、すごいですね、僕次それ言おうと思ってたんですよ。熱中症対策のためにマグネシウムを取られたり、以前に入っているのもありましたね。で、今日すごい。今日知ってほしい答えはこれなんです。カリウム。ちょっと知らない。カルシウムは知ってるんですよ。カリウムってあまり知らないんですね。今日僕今ここに水いただいたんですよ。ここにも入ってます。カリウム。で、このカリウムっていうのは何の役割を果たすのかというと、脳や神経を活発にするために人間には必要不可欠な栄養素なんですね。だから我々の体の中にはこのカリウムが入りますし、我々はカリウムを食べながら生活してます。で、このカリウム、まあ、我々人間だけじゃなくてですね、実は植物にとってもすごい重要な要素であって、まあ、後ほど出てきますが、まあ、この植物が、まあ、植物の肥料にもこういうカリウムっていうのを使っています。さて、じゃあこのカリウムが入った身近な食べ物なんですけど、まあ、身近といえば牛乳、まあ、この牛乳そうなんですが、牛乳、で、ポテトチップスとか、で、あとご飯。バナナ、椎茸、まあ、カリウムというものは含まれています。で、先ほど放射線にもいろいろな種類がありましたよね。実はカリウムにもいろいろ名前がついています。で、有名どころはカリウム39番さん、カリウム40番さん、でカリウム41番さんという名前です。で、今日皆さんに覚えて帰っていただきたいのは、その中でもカリウム40番さん、このカリウムの中にカリウム40番酸というのは必ず泳ぎます。で、このカリウム40番酸というのは先ほどお話しさせてもらった目には見えないというの小さなもののことです。そのため、このカリウム40番酸がいると放射線が出てきます。で、このカリウム40番酸が出てくる放射線を10回測りました。で、緑色が先ほど勉強していただいたレーザー線。オレンジ色がガンマ線なんです。じゃこの緑色、10回のうち何回いるかというと、そうですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9。カリウム40があって、そこから10回の放射線が拾ったら、そのうち9回がベータ線。で、主にベータ線を出すということです。ここから出てくる。で、今日、皆さんに次のミッションでやっていただきたいのは、カリウムから出てくる放射線を皆さんに調べていただきたいと思います。じゃあどうやって調べるのかですが、放射線というのは目で見ることができません。そこで用意したのはこの探知機。この探知機を使って皆さんに測ってもらうんですが、アイロンのような部分とこの針、数字が書いている数字の部分の2つになっています。で、このアイロンのような部分、アイロンのような部分で放射線を出す目に見えないとても小さなものがどこにあるのかなというふうに調べます。どこにあるのかなというふうに調べます。で、目に見えないとても小さなものがありますと、この測り、この測りの数字がどん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 上がっていく。そういうことで、どこに放射線を出す小さなものがあるのかというのをこの探知機で分かる。じゃあこの探知機、なんかゴツゴツしてて、このアイロンみたいなもの何になってるのかちょっと知りたいですね。で、カポッと開けました。で、今日皆さんに使っていただくアイロンのようなところに入っているのはプラスチックの板1枚とカメラ、はい、1個入っているわけです。で、先ほどお話しさせていただいたように、このプラスチック、このプラスチックというのは、今日使っていただくプラスチックというのはペットボトルの原材料でいきます。で、先ほど皆さん、ペットボトルは放射線や紫外線が当たると青く光るというのをご理解いただいたと
その原理で放射線が当たるとこのプラスチックは青く光ってます。でその青い光をこのカメラにパシャッパシャッと撮影する。でその過程で撮影した結果がこの肺に現れるというのが測定に至ってシンプルな測定です。まあこれからカリウムを皆さん測定していただこうと思うんですけど、皆さん体の中にカリウムどれぐらい入っていると思いますか？ちょっとこれ難しいですね。で私の体の中には約 120g のカリウムがあると言われています。だから皆さんお父さんと同じぐらい、お父さんには 120g のカリウムがあると思ってください。じゃあ今日皆さんにカリウムを測ってもらおうと思いまして、私の体に入っているカリウムと同じぐらいのカリウムが入っているものを買ってきました。でそれはこの塩です。でこの塩の中にはお父さんの体の中にあるカリウムと同じぐらいの量のカリウムが入っているとなります。じゃあどうやってこれを測るのかといいますと、この塩に先ほどのアイロンのような部分をかざしてください。で仮にカリウムから放射線が出ていましたら、この測りの数値が振り出します。でこの振りを見ることによってそこから放射線が出ているか出ていないかということを判断することができます。で私カリウムからベータ線がたくさん出ている、10回のうち9回出てますよと申しました。じゃあそのベータ線どうやってベータ線で確かめるのかなんですが、先ほど言いましたようにカリウムが含まれている塩がありますと、そこからベータ線が出てきます。でベータ線は紙では止まりません。でもプラスチックの板では止めることができますというふうに先ほど言いました。そこで皆さんにはこの実験を見ていただこう。まず塩の上に直接アイロンのような部分を置いたとき、でプラスチックの板を置いたときです。でもしベータ線が出てなかったらプラスチックの板を置いてもですね、変化はないはずなんです。であるのかないのか、もしくは紙1枚を塩の上に置いたとき、これに、ね、破壊が増えるのか減るのかというのを調べていただきます。これから、まあ、このデモンストレーションを3班に分けて行わせていただきます。でこの端子ではデモンストレーションを行うんですけれど、終わった後皆さんにこれ50人使っていただきます。で使うときに、まあ、重要なポイントがあるので一つそこを紹介させていただきますが、皆さん風邪ひいたとき体温計で熱測りますよね。で脇に体温計挟みますよね。で脇に挟んでピッて結果見たら36度と熱ありません、でもっと測りなさいと、でピピッてなるまで、で大体そのピピッて脇の下でなるのは1分から3分間体温計脇の下に挟んでないといけないです。で同じようにこの放射線を扱う探知機っていうのは体温計と同じように時間がかかるんですね、正しい結果を得るために。なのでこれをですね、パッパラパッパラ振ったとしても正しい結果が得られませんので、ゆっくり使うように心がけてください。いいですか？それではこれからスタッフが誘導して3つのグループに分けますので、そちらでこの探知機を使ったデモンストレーションをまずご覧になってください。じゃあこちらを持って、じゃあ何もないところこのハリオンをまず見てもらって、何もないときって針どこら辺にありますか？ここに20ぐらいにありますよね。20ぐらいありますよね。この塩の中にはカリウムが含まれた塩がありますと。でこのカリウムからは先ほど言いましたように目に見えない放射線というのが出てる。もしここから放射線が出てると、このアイロンのような探知機をここに乗せるとグーグーと上がるはずです。じゃあ試してみてください。どうですか？上がってます。上がってます。ということは放射線は出てますか？出てませんか？出てます。正解です。じゃあ僕その放射線の中でもベータ線っていうのは何で止めれると言いますか？プラスチック。そうです。じゃあこれもしこのプラスこれを置くとどうなるでしょうか？じゃあこの数値を見といてください。上がった？下がった？下がった。そう、下がってきましたね。どんどん下がってきましたね。つまりカリウムから出てくるベータ線がこのプラスチックで止まったことを勉強してもらいます、うん、じゃあ紙を置いたらどうなるでしょう？紙なくなった。じゃあこの紙、紙を置いて
ハート置いてもらう。ハート上がりました。上がってる、うん、上がってますね。神でも数値が上がるということは神で止まるアルファ線じゃないということで、まあ、ここからは神で止まらないベータ線が出てるという証拠です。以上です。ありがとうございました。お付き合いいただきありがとうございました。ちなみに、はい、で今我々の身近にですね、身近どころか自分の体の中に放射線を出すとても小さな小さなものがあるということをご理解いただけたと思います。でその放射線なんですけど、どこで使用しているのかということを学んでいただきたいと思います。で先ほどから何度か出ておりますが、この放射線、皆さんが怪我をしたりお腹が痛くなった時に体の中はどうなっているのかを調べるために使われたり、病院で使われたり、最近テロとか怖くなってきましたね。カバンの中に変なものが入ってないかどうかを調べるために使われたりしています。また病院でいろんな医療器具が使われているんですけれど、そこにバイ菌がついたまま次の人が使ってしまうと、次の人が怖い病気になってしまいます。でまたそのバイ菌がなかなか洗っても取れないときに、こういう放射線を使って、まあ、きれいにしたりします。そして皆さんカレー大好きですね。でこのカレーの中に入っているジャガイモから芽が出てくると食べられません。でその芽が出てこないように、まあ、放射線を当てるということもやられます。そして皆さん絶対使ったことあるんじゃないでしょうか。ビート板、このビート板、プールで使うビート板ですね。これを強く、でよりよく浮くようにするために放射線というのはよく使います。さて、まあ、これらの放射線の利用のより詳しい情報に関しましては、まあ、今年名前が変わりましたけど、量子科学技術研究開発機構、千葉県にあります放射線医学総合研究所のホームページになりますので、まあ、こちらをご参照ください。でこの放射線医学総合研究所といいますのは、放射線と人々の健康に関わる研究に取り組む国内唯一の研究機関です。さてここで私の研究のきっかけ、まあ、私現在放射線を使ったいろんな研究をさせてもらっているんですが、その研究のきっかけについてご紹介させていただきます。でまず私の研究のきっかけは母のがんにありました。で母は原発は子宮でがんになって、それがどん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 骨を転移して肺を経由して、ついに頭が出ているという全身がんだらけになってしまったんですが、その闘病期間は10年を超えまして、最初は子宮を切り、次に肺を切り、いろんなところを切っていきます。でそのうちにある時我々家族は病院の先生に呼び出されました。でその時に言われたのは、我々の病院ではこれ以上治療することが残念ながらできません。で次の患者も待っております。でベッド数も限られております。どうかご退院いただけないですかと言われたんですね。で我々家族にとってみればですね、がんも治ってない人間を家に連れて帰ってどうするんだと。で我々家族はそれでいいですよ。本人はがんが告知された時は非常にも闘病生活をすると言っていた人間がですね、治療できないから家へ帰ってくれと言われて、もうそこでおられるんですね、心を完全に。でそういった状況の中、我々は非常に暗くなったんですけど、いろいろ察知しまして、まあ、当時は放射線治療があるというのを知りました。で私当時全く違うことで勉強していたんですけど、なんとかしてこの放射線治療を母にさせたいという思いがありまして、で急遽病院を変えまして、放射線医学の研究をするようにしました。で、それが先ほど紹介させていただいた放射線医学総合研究所に雇っていただける動機になっています。で、そこに入りまして、僕かなり勉強しましたけど、まあ、残念ながら結局私は何もすることができず、気力不足、持続不足になりまして、母は他界しました。まあ、しかしながら、まあ、今日皆さんに覚えていただきたいことが一つあるんですね。で晩年、母は頭にがんが転移してしまいました。で僕当時のことよく覚えてるんですよ。で母と喋っていますと、なんかちょっと今日は変なこと言うなと。でもうちょっとしてると、なんか冗談きついなと。でも笑いん冗談やなと。でもう少しすると、あれおかしい、違うかと。で次の瞬間、僕とも右手の区別がつかなくなってしまいました。
で、翌日病院に連れて行って、幼稚園の学生さんがやられる6ピース、8ピースのパズルのテストをするんですが、母にはそのパズルが解けなかった。で、その時我々家族はまさか喋れなくなるとは思ってませんでした。もうその時完全に解けたと思ったんですね。で、ここでも今回は何かなと思ったんですが、当時最先端、幸いにも最先端だったガンマナイフっていう治療をさせていただけるチャンスをいただいたんです。で、そのガンマナイフっていうのは、美容院で見られるあのパーマキーみたいなイメージです。で、パーマキーみたいなのを母に戻ってかぶせて。で、ガンマーナイフっていうだけあって、ガンマー線が頭に当たるようになるような装置なんです。で、その治療をさせてもらって、そうすると、幸いにも母は会話できるように戻ってくる。でも、ただ、その会話で何日で見えてきたっていうのは分かりません。ただし、母は最後まで喋れるということをガンマーナイフがもたらしたという事実があります。で、母の私に残した最後の言葉は、私は癌になってよかった。癌にもなってみるもんね。私の癌のおかげで、ひでちゃんはいい研究できたわね。って言って高していったんですね。私はここで思うの、重要だと思うのは、放射線というのは非常に危険で怖いものだと思います。で、物事には何事にも良い面と悪い面があるんですね。しかしながら、その使い方を間違えなければですね、自給自足で我々家族だけかもしれませんけど、生きる希望の光になりうることもあるということを知っていただきたい。で、今後この会場にいらっしゃる半分の方が癌で亡くなられる時代が来たと我々は予想しています。そんな時にですね、まあ事実、私の父も昨年このセミナーのその当日癌で手術しました。もしかしたら皆さんも大好きなお父さんお母さんが病院に入院して癌になって、でもこれ以上治療できません、お帰りくださいと言われるかもしれません。それが自分の愛する人かもしれない。で、そういった中ですね、まあ、この放射線に限るわけではないんですけど、まだ別のオプションがあり得るかもしれない。またそれが使い方を変えれば生きる希望になる時があるかもしれないということを覚えておいていただければ幸いです。で、まあ、最後のスライドになりましたが、まあ、このセミナー毎年私させていただいているんですが、結局セミナーをさせていただいていると言いながらも、これ私自身のためにやっているセミナーだと思うけどですね、実際問題、私は未だに母の最後の言葉を覚えてられますし、でこのセミナーを通して常に初心に戻ることができます。なのでこれも皆さんがお忙しいところお休みの中をこの会場までご来場くださったおかげで、まあ、本当に感謝しております。まあ、本日はこの貴重なお時間をいただき誠にありがとうございました。本講演はこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました。